絶滅した馬メソヒパスの骨格、軍内で発見され、ヒューストン自然史博物館に収められているペニントン軍はアメリカ合衆国サウスダコタ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は10万948人であり、2000年の8万8565人から14.0%増加した。人口ではサウスダコタ州、 第2位の軍である。軍庁所在地は、スーホールズに次ぐ、道州、第2の都市ラピットシティ市であり、同軍で人口最大の町でもある。ペニントン軍は、ミード軍と共にラピットシティ大都市圏を構成している。軍内には、バットランズ国立公園やラシュモアさん国立記念公園がある。ペニントン軍は、第5代ダコタ巡州知事ジョンエルペニントンにちなんで名付けられた。 ペニントンは、軍が設立された1875年に、軍内に、事務所を構えていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2784平方マイルであり、この内陸地は2776平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は0.29%である。ラシュモア3国立記念公園が軍内にある。 サウスダコタ州内での最高地点であるハーニー法もある。その標高は7242フィートであり、ロッキー山脈とフレンチアルプスの間では最高峰である。バッドランズ国立公園の部分も軍内にある。この公園は隣接するオグラララコタ軍やジャクソン軍にも広がっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ペニントン軍は ラピットシティに本拠を置くボランティアの遭難救助隊を持っている。1972年ラピットシティ洪水を契機に1973年10月に設立された。車両救出、垂直救出、捜索、会話支援、消防、物資効果支援、溝救出、大量被災者支援及び、冬季救急搬送の訓練を行い、実際に活動している。 都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。ペニントン軍は下記20の軍区に分けられている。また下記7つの未編入領域がある。ありがとうございます。